横浜市電1500系クリップ。横浜市 A トロリーバス無機乗電車100型。横浜市 A バス。横浜市交通局は、神奈川県横浜市の地方公営企業の一つ。横浜市の公営交通事業である、市 A バスと市 A 地下鉄を運営している。1921年に、横浜電気鉄道を買収し、横浜市電気局を設立して、 横浜市街で横浜市電を運営していた。しかし後日のように高度経済成長期に発生した道路渋滞による客離れで経営の大幅悪化によって全廃された。その後は現在に至るまでバスと地下鉄を主要事業としている。2011年実績の1日平均乗車人員はバスが約33万人、地下鉄が約60万人と 横浜市の街づくりの基盤として重要な役割を担っている。横浜市交通局の気象は横浜市電気局として発足した当時に定められたもので横浜市の市省である浜日市の周囲を電光をイメージした4つの雷門で取り囲むデザインになっている。市営バスではエンブレムとしても使用されているが市営地下鉄では独自の気象をエンブレムとして使用している。 ハマリンは1998年10月10日に制定された横浜市交通局のマスコットキャラクターである。名前は一般公募より採用され、横浜、浜っ子の浜、車輪のン、海のマリンが由来とされている。生誕地は神奈川県横浜市、誕生日は1998年10月10日という設定である。 交通局の広報や決算書などのほか、装飾、イベントにて頻繁に使用されており、横浜市交通局協力会が運営するコンビニエンスストアの店舗、横浜資源保存館にて、キャラクターグッズが販売されている。また、特別装飾のハマリン、号車両も運用され、利用者の認知度は、交通事業者のマスコットキャラクターとしては、比較的高いものとなっている。 市営交通お客様感謝祭として、毎年、市営交通の取り組みや仕事が学べるイベント、ハマリン、フェスタが開催される。新しい上長屋、川和町にある、市営地下鉄車両基地のいずれか一箇所で行われる。財政面では、前身の横浜電気鉄道は、日露戦争後の大正バブルの崩壊による赤字に悩まされており、これが横浜市による、 買収のきっかけとなった。横浜市電気局になってからは、横浜電気鉄道の買収のために記載された、交際の負担に加え、買収の2年後に発生した、関東大震災からの復旧工事のために記載した、ドル建て交際が、世界恐慌による為替相場の下落も、相まって膨れ上がった。この召喚のために、新たな交際を発行する自転車創業に陥っていた。 太平洋戦争中は、ドル建て交際の償還については、国が肩代わりし、戦争特需による乗客の増加も、相まって黒字になったものの、戦後はインフレによる物価の暴騰と GHQ の物価抑制策による運賃の値上げ抑制により、再び赤字に転落。市電を廃止した1972年時点での、累積赤字は、 91億万円であったこのような財務状況の中で、経費が安い横浜市営バスの拡充、横浜市営トロリーバスの新設に転換したものの、1966年には、地方公営企業法に基づく財政再建団体に指定されることになった。1966年10月、第一次財政再建計画として、 再建整備後可燃計画が策定された。運賃の値上げ、市電、市営バスのワンマン化と、市営バス、高速鉄道への切り替えを前提とした市電の縮小、市営バス、トロリーバスの増車を行うというものだった。しかし高度経済成長による職員給与のベースアップや政府の公共料金抑制政策による運賃の値上げの抑制、そしてバス路線の展開が、 九死域に限られたことで、バスの増強に見合った、運賃収入が得られなかったことなどが原因で、経営は悪化。これに伴い輸送力が低い市電とトロリーバスの廃止が早められ、大量輸送機関の横浜市営地下鉄を建設することとなった。なお、市電の廃止は、モータリゼーションの進展による道路交通を優先した国の指導によるもので、同時期には他の都市でも、 路面電車の廃止が行われた。1973年8月に地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律が施行され、翌1974年3月には第二次財政再建計画として、市営バス事業を対象とした15か年計画が策定された。オイルショックによる影響があったものの、バスのワンマン化、 路線の再編成などの合理化のほか、7つのバス、営業所の上空権を横浜市建築局に売却して、敷地内に市営住宅を建設し、地上権保証金を得るなどの手法が功を奏し、1986年に全ての不良債務が解消し、再建に成功した。上空権を売却したのは、浅間町、滝頭、鶴見、保土ヶ谷、磯子、 港南、緑の七営業所で、浅間町営業所には、市営住宅ではなく、横浜市西スポーツセンターが建設された。平成に入ってからは、地下鉄事業の低迷により、再び赤字が拡大し、1989年12月に、横浜市交通事業経営問題委員会の答申、横浜市交通事業の経営の健全化及び、事業運営のあり方についてが出された。 外郭団体として設立した財団法人横浜市交通局協力会横浜交通開発株式会社による収益事業の強化や駅の業務委託ワンマン運転化も行われたその結果2010年度決算では地下鉄バス事業揃って営業損益形状損益純損益すべてにおいて黒字を達成したただ累積赤字は 減少傾向にあるものの、2018年度時点で、地下鉄、バス事業を合わせた赤字が1508億円に及んでおり、依然として経営健全化に向けた努力が続けられている。いずれも2020年4月1日現在。福利厚生、ありがとうございます。